ドアが開かないのは次のことが原因です。洗い、すすぎ、脱水、乾燥の運転中でドアがロックされているとき、運転中に電源をキリにしたとき、ドアのパッキンが本体に貼り付き開きにくくなっているときなどです。洗い、すすぎ、脱水、乾燥の運転中は安全のため運転が終了するまでドアがロックされています。この時は表示部にロック表示が点灯しています。洗い、すすぎ、脱水中は一時停止ボタンを押し、ロック表示が消えればドアを開けられます。ドアを開けた時に泡がこぼれたり、ドアに付着した水が垂れることがありますので、タオルなどで受けてください。乾燥運転中はドラム内部が高温なので、一時停止ボタンを押しても火傷を防止するため、冷めるまでドアは開きません。冷却運転はドラム内部の温度により約3分から15分かかります。高温とロックの表示が消えれば開けられます。運転中に電源を切ってしまうとドアがロックされたままになり、ドアは開けられません。ドアを開けたいときは電源入りボタンを押してください。ドアを開けることができます。乾燥運転中に電源を切り、再び電源を入れ直したときは表示部に高温とロック表示が点灯することがあります。高温とロック表示が点灯しているときは、表示が消灯してからドアを開けてください。ドアの周囲はドアパッキンで気密を確保しているため、貼り付きによりドアが開きにくい場合があります。ドア開ボタンを強く押しながら、ボタン近くのドアのへこみ部分を手前に引いて開けてください。